ありがとうございます、本当。いや、まあ、僕は、あれで、その特に深い理由ないんですけど、はい、何に受かるわけでもなく、ただ顔がさらされるだけですよね。この番組って言ってしまえばそうですね。はい、何の勉強になるのかもよくわかんないしね。確かに。成田さんのフィードバックを受けられるっていう。そうですね。動画見りゃできるっちゃできるから。何かしらメリットを出せるように。いや、もうすでにメリットはいろいろ感じているので大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、早速撮影させていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうも、しゅんです。こんにちは。前回、成田祐介さんに出ていただいたんですけども、弟の、成田修造さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか？クラウドワークスっていう会社を、2011年から2022年の年末まで経営してました。はい、まあ、クラウドワークスは、オンラインで働く人と企業さんをマッチングするみたいな、そういうプラットフォームを開発してる会社で、うんうん、まあ、そこに僕が大学4年生の時に入って、そこから、まあ、役員やって、でずっと上場後も経営するっていうことで、まあ、やらせてもらってたみたいな、そんな感じになります。じゃあ、まあ、ほぼ学生企業みたいな。だからその前も学生企業してたんで、大学3年生の時は学生企業してて、はい、その前は2年間ぐらいベンチャーで働いていたので、はい、大学2年生ぐらいからですかね、はい、ずっと働いてるって感じです。まあ、就職活動とはほぼ縁もゆかりもないみたいな感じで。ありますよ、僕、うん、リクルートとか泣いてもらってましたから。へー、はい、めちゃくちゃ優秀じゃないですか。いやいや、成田さんに今日は面接していただきます。どういう業界に志望されてるんでしたっけ？はい、マスコミ、特にテレビ局に就きたいなというふうに考えています。そういう企業に行きたい学生さんということで、はい、今回は成田さんに面接をしていただけたらなと思います、はい。簡単に自己紹介お願いしてもよろしいですか？大学3年生の高柳優香と申します。私は新しいことに飛び込む力があるというふうに考えています。現在大学のゼミで読み間違いをなぜするのかという実験、そして研究をしているのですが、その実験にあたって私、文系ながらプログラミングに挑戦したんですね。こうやって初めてのことでも自分で挑戦していく力があるので、この力を生かして頑張っていきたいなと思っています。よろしくお願いします。マスコミとかテレビ局っていうのは、はい、何でなんですか？私自身過去に芸能活動をしていたことがあります。そこで一番初めのお仕事がテレビでのお仕事だったということもあり、まず自分のキャリアの原点にあるなというふうに考えました、はいはい。まあ、そこに付随してそこで頑張りたいなっていうのが1点で、もう1点は芸能活動と並行しながら、その時にイベントの設営だったり台本制作だったりという、はい、いわゆる裏方の仕事というのもやっていました。その時に芸能界っていう、まあ、華々しい世界っていうのは陰で頑張ってくださってる方がいるからだというのを目の当たりにし、今度はそちらで私も人を支えるような存在になりたいなというふうに思ったのがきっかけです。それ以外の選択肢がなくなる理由っていうのは何かあるんですか？もちろん他の業界も見ているのですが、もう第一志望にしている理由っていうのは、芸能活動を通して伝えるっていうことがすごく楽しいことだというふうに感じたのが一番にあります、はいはい。その私の芸能活動の中身で言うと、歌、ダンス、MC ということで自分の体、声を使って表現するっていうことを常に行ってきました、はいはい。それを最大限活用できるのはテレビ局だというふうに考えています。というのも、テレビ局は視覚、聴覚どちらも使って、うん、でしかも大多数一度に何万何十万の方に届けることができるという意味では、はいはい、今あるコンテンツの中で最も伝えられるものなのではというふうに考えています。ははは。でそうするとその制作側に行くっていうイメージを考えてるんですか？はい、はいはい、そうですね。影で支えるという意味で番組を作っていくですとか、はい、あとはテレビ局のやってることを広めていく広報の仕事にも興味があります。人が面白いとか喜ぶとか楽しいとかって思うものを作るっていうところの自分の中での強みとか、こういうところは自分は面白いだよって思えるところってあるんですか？私自身真面目にかっちりとしたイメージを持たれることが多くて、はいはい、まあ、実はそれ自分の中でコンプレックスではあるんですけれども、はいはいはい、というのも実は結構オタク気質なところがありまして、アニメが好きだったり、はい、アイドルが好きだったり、はいはいはい、ハロープロジェクトというモーニング娘。とかが所属しているところなんですけれども、まあ、それを好きすぎるあまり実はオタゲーも打てたりとかするんですね。そういうギャップはかなりあるよっていうのが1点で、まあ、逆にその真面目に見られるがゆえに真面
ために頑張りすぎる姿っていうのもかえって人から見たら面白く見られるところもあるのではないのかなっていうふうには考えています。なんかその自分の裏側っていうか実は内面にあるものと、はいはい、なぜ人は読み間違いをするのかの研究みたいな、はいはい、あんまり繋がってこないんですけど、はい、どういう経緯でその研究みたいなことをやることになったんですか、はい、読み間違いの研究を始めた理由っていう方から言及させていただきたいと思います。これは伝える精度を上げたいっていうところから始まりました、まあ、読み間違いって要はそれが起きてしまうことで初めあった情報から違う情報に変わってしまう、これはかなり問題だというふうに考え、はいはいはい、そこをどういうメカニズムで人は読み間違いしてしまうのかっていうのを研究してそれを明らかにすることで情報伝達の精度を上げたいというふうに考えています。でそれができることで正しく情報が伝わるので、はいはいはい、何かこう面白いコンテンツを届けるのにも、はい、こういう手順があるからこれって面白いんだよっていうことが伝えられるかなというふうに思いっていう点でつながっています。はい、だからそれ以外にあります。はい、そうですね、現在大学で教職課程を履修しています。なので様々な個性がある子たちに一律に教えるためにはどうすればいいかというのも普段から学んでいるので。それなんでやってるんですか。それもと先ほど申し上げた通り様々な対象に対して伝えるっていう仕事が教員の大事な部分だというふうに考えていますので、そこを学ぶことで自身のやりたい伝えるっていう力をもっとつけることができるのではないかなと考えています。30歳とか40歳とか50歳とか別に何でもいいんですけど、はい、そうなった時にどうありたいってあるんですか。はい、将来こうありたいというのは第一にすごく大きな目標にはなってしまいますが、はい、自分が周りにポジティブな影響を与えられるような人でありたいというのがあります。私自身人の言葉から勇気をもらってという経験がたくさんありまして、はいはいはい、実は大学2年生の終わりに大きく体調を崩してしまったことがあるんですね。それは何原因ですか。それは学業と芸能活動 というのでかなり立て込んでしまった結果体調を崩してしまったということがありました。その時に周囲から本当に温かい言葉をたくさんかけていただいたことで自分の気持ちがポジティブに切り替わる、こんなにたくさんの方が私の周りにいてくれる、だから私はこの人たちのために頑張って克服しようっていうふうに思うことができました。その経験から言葉ですとかそういったものを使って人の気持ちを動かせることができるというのを実感したので、うん、それが自分の存在としてそういう存在でありたいなというふうに考えています。大丈夫そうですかね。だいぶ分かってきた感じですね。いやいや、まあまあまあ、こんなもんじゃないですかね。ありがとうございます。あくまで成田さんが、はい、あの採用するとしたらっていう視点でこちらの丸バツの札を上げていただけたらなと思います。はい、せーの。どうですか。いや、もう率直に今嬉しいっていうのですごくいっぱいになっています。私自身最近面接とかを受けていてなかなか楽しく話せたなっていうふうに思っても、うん、結果、まあ、残念であったりとか、うん、そういったことがあって今こうやってあの成田さんに丸を挙げていただけたっていうこの勝利を一つ掴めたのが嬉しいです。初内定。素直に初内定ですから、はい、今はなんかうまくいってないんですか。面接には進んではいるんですけれども 3年とかやってるんですか。はい、あのマスコミ系なのが早いんですよね。はい、テレビ局とか早いです。そうなんだ。高成さんみたいな人が500人います。採用のパイが10人ですって言ったら、ね、そりゃ落ちますよね、はい、だけの話な気がしますけどね、はい、ということでじゃあ理由を教えていただいてもよろしいですか。いや、まあ僕がその見るときってテレビ局みたいに大勢受けてて限られたパイをこう奪ってるみたいな就活じゃないですか。僕とかの会社とかがもともと採用するときって採用枠ってめっちゃあるんですけど、いい人だったら全然取りたいって感じなんですよ。どん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 こう人が増えていくっていうようなまず採用なんで、うん、はい、あんまりその資格っていうのをしないんで、はい、絶対的に自分がどう思ったかっていうのでまず判断するだけだっていうので丸をつけたんですね、うん、それでどこが面白いっていうか良かったかなと思ったら、何かこう説明をしたことに対してその理由はこうです、だからこうなんですって説明できてるじゃないですか、ちゃんと、うん、でそれがまずちゃんと説明できてるだけで自分で考えて自分で行動できてるってことだと思うと、うん、自分のやってること自体をちゃんと意味を理解していてやってるっていうふうに思えるんですね。それがそんなにどれを話しててもものすごい違和感があるっていうことがないというか、うん、その時点でまずちゃんと考えられてるんで自分はいいんじゃないかなってすごい思ったんです、はい、逆にじゃあこう改善したらよりいいとかってありますか。
いや、なんでそのこのテレビ局マスコミなんだろうっていうのもすごい思うんですけど、あんまり語弊のある言い方をするタイプの人じゃないんであれなんですけど、いいんですかマスコミとかテレビ局って、そんなに働く場所として変化が大きいところに行かないとチャレンジする回数とか機会の数が少ないと思うんですよ。視野を広げるっていうのは大事なことだっていうふうには分かりつつ、こだわりやすいっていう面もあって、就職活動を受ける窓口がある会社に行くっていう考え方もちょっと違うんですよ、ね、そこが別に就職活動を受け入れてるかどうかとかっていうのは実はそんなに関係がないっていうか。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。